この CD は以下の順で流れます。2倍速の中国語、ナチュラルスピードの中国語、日本語訳、遅めの中国語、最後にもう一度ナチュラルスピードの中国語の順です。2倍速の音声はそのまま聞き流してください。リスニングにとても効果的です。2倍速の音声の後に流れるナチュラルスピードと遅めの音声はしっかり声に出してシャドーイングしてください。会話力が身につきます。それでは話し手になりきってシャドーイングしてください。ユニット3-3、基本表現、誰はどこに来る、どこへ行く。弟弟去学校。弟弟去学校。弟弟去学校。弟は学校へ行きます。弟弟去学校。弟弟去学校。朋友来我家。朋友来我家。朋友来我家。友達は私の家に来ます。朋友来我家。朋友来我家。爸爸去公司。爸爸去公司。爸爸去公司。父は会社へ行きます。爸爸去公司。爸爸去公司。奶奶不去医院。奶奶不去医院。奶奶不去医院。おばあさんは病院へ行きません。奶奶不去医院。奶奶不去医院。他不来这里。他不来这里。他不来这里。彼はここに来ません。他不来这里。他不来这里。爷爷去公园吗？爷爷去公园吗？爷爷去公园吗？おじいさんは公園へ行きますか？爷爷去公园吗？爷爷去公园吗？你们来餐厅吗？你们来餐厅吗？你们来餐厅吗？あなたたちはレストランに来ますか？你们来餐厅吗？你们来餐厅吗？你去不去邮局？你去不去邮局？你去不去邮局？あなたは郵便局へ行きますか？你去不去邮局？你去不去邮局？弟弟去学校。弟弟去学校。朋友来我家。朋友来我家。爸爸去公司。爸爸去公司。奶奶不去医院。奶奶不去医院。
他不来这里。他不来这里。爷爷去公园吗？爷爷去公园吗？你们来餐厅吗？你们来餐厅吗？你去不去邮局？你去不去邮局？